はい、どうもよしです。今日もクラッシュロワイヤルの動画を上げていきたいと思うんですけど、今日はリプレイ解説になります。で、その後ちょっと一戦マルチやっていこうかなと思います。使っていくデッキはもうおなじみのチンパンデッキですね。こちら結構面白くてですね、ラバーの入ったスケルトンラッシュデッキになります。最初立ち回って、った感じ全然もう何か全く分かんなくて、ベビドラにエリポンでウィザードにアイスピもう全く分かんなくて、でラバの瞬間まあその大型かなと思ったらまさかのスケラで、もうわけ分かんなかったですね。もう最初しかもランバーも入ってるんで、本当にすごい変わったデッキだったので、もうこれは結構ある意味はい面白かったです。これはまさか、ここでエリポン立てられて。まあ、結構悪くないと思ったんですけど、そうですね、これは結構、まあ、エリポンも破壊できたし、いいかなといった感じなんですけど、結構後半になればなるほど、やっぱ状況的にはまずくなる感じですね、これはもう。やっぱ後半2倍タイムになって相手が本気で全形組んでくると結構こっちはしんどい感じになります。やっぱスケルトンラッシュなので、まあ細かい系がないと対応できないし、まあかといって、で、そのラバにも、そうですね、もう、ラバターゲット取られると結構地獄になるんで、まあそういった意味では結構きつかったですね、このデッキは。そうですね、これは、ベビドラで、なんとかその、ベビドラに対してインドラで、その、対応しようとしたんですけど、雪玉使われて、で、まあ、やられちゃったといった感じですね。これちょっと、位置甘かったですね。で、ここでラバかって思って、まあ、どうせ後ろでなんか組んでくるんだろうなと思って、まあ、エリゴレで形組んだけば折れないかなと思ったんですけど、そっからのまさかの、スケルトンラッシュっていう。これはびっくりしましたね、もう。ただ、雪玉のおかげでちょっと、まあ、インフェルノドラゴンが、そうですね、ラバに対応してくれたんで、それは良かったと思います。で、ライドラはもう永遠にずっと仕事してくれてたって感じで、もうこれは美味しかったですね。まあ、ちょっとお相手さんの雪玉がミスっちゃって、まあ、こういった結果になったって感じですね。これがインドラが例えばずっとスケルトンにターゲット取ってたらもうちょっと守りきれなくてやられてたかなといった感じになります。じゃあ次は、こちらペッカ工場ですね。まあ、ペッカ工場はもう毎回結構出てくると思うんですけど、まあやっぱりエレクトロウィザードは結構、こっちとしてはしんどいので、やっぱそれ切ったタイミングでそうですね、結構、ぶっ破しようかなって意識してますね。マジックアーチャーとかは、まあ正直そうですね、まあトルネードで吸えるので、まあそこまで、まあきついのはきついんですけど、やっぱりインドラをどう生かすかですね、やっぱ。で、このゴーストはもうできればキング起動したいなっていうことで、キング起動、はい、トルネード打ちました。ここでまさかの、はい、まさか端前に工場バーバリアンつけてきたんで、これはちょっと美味しかったですね、なかなか。これは結構良かったんじゃないかなと思います。しかもエルビス切ったんで、これインドラが、はい、めちゃくちゃ刺さると思います。
これインドラずっとターゲット取ってて欲しかったんですけど、まあなかなかそういうわけにはいかないといった感じですね。で、相手がまあ2周目エレウィズ回してきたんですけど、まあその間にはもうタワーを半壊してるっていった感じですね。これは結構、まあエレクトロウィザード出した後だったので良かったって感じですね。相手がもし、その自分が攻めてきた時にエレクトロウィザードを出されてたら結構インドラがもう無効化になっちゃうので、まあそうなるとちょっと厳しいかなといった感じになります。これは、工場ババリアン出されたんですけど、まあ、ここはあのエリートバーバリアンで、はい、あの、カウンターにつなげていこうかなと思ったので出しました。そうですね、結構悪くなかったので、はい。まあ、いい感じですね。まあ、もう序盤でこれだけ削られれば、はい、いいと思います。まあ、あとは守るだけですけども、これはあの、エリゴルで釣ってあげて、まあ、時間稼ぎといった感じです。まあ、もう、ここまでもあと6秒ぐらいだったら、もうちょっとさすがにもう相手も落とせないだろうといったところで、はい、GG といった感じになります。まあ、そうですね、結構、ペッカ工場、まあ、序盤が勝負っていった感じがほとんどですね。やっぱ、エレクトロウィザードをその最初に、こう、活躍させられてしまうと、もう前半きつくなるし、って、まあ、極端ですね、結構。これちょっとヒースピン、はい、ミスりましたね。これもう見習い親衛隊かなと思って、もう思いっきり、形組みました。で、まさかまあ、基本的にはファイアボールとそのローリングバーバリアンが主な呪文なんですけど、まあ、たまにファイアーボールと矢の雨もいますし、で、なんならまあ、矢の雨だけの人もいるんで、もうこれはもう賭けですね、もう完全に。もう完全に賭けでした。もう、これはもう通んなかったらしょうがないっていった感じで。はい、もうこれはもう運が良かったです。これトルネード圏内で GG といった感じになります。まあ、これはもう最悪ですよね、相手さんからしたら。っていったような感じですね。じゃあちょっと一回マルチやっていきたいと思います。結構グローバルランクが今、6540何本ぐらい入ったら、はい、おそらくグローバルランク入ると思うんで、今結構自分下がっちゃってるんで、これ勝てるかどうか全くわかんないですね。ちょっとこのインドラは、はい、ちょっと甘かったのかなと思います。しかもちょっとトルネードミスりましたね。これはハシマイプリンですね。そうですね。はい。これはちょっと、ここまで序盤削られちゃうと、ちょっときついかなって気がします。まあそうですね。もうここは無視でいきましょうか、もう。ここ無視しても、まあ、そうですね、ロケット入ってるので、どう対応するかですね、これを。
うん、まあちょっときついですね、さすがに。ちょっとこれはもう終わったかなって感じですね。さすがにこうなるとちょっとさすがに厳しいんで。まあ、とりあえず最後までやるだけやってみましょう。これはロケット持ってるので、セパレートしていきたいですね。なるほど。これはさすがに、はい、厳しかったですね。まあこれはちょっとしょうがないかなと思います。まあ最初のトルネードミスが、はい、これはちょっと範囲かなと思いましたね。まあ、まあ、勝つ時もあるんですけど、負ける時もあるって感じですね。まあ、前回の動画でお伝えしたんですけど、10回やったらまあ、良くて5回。で、まあ、40% ぐらいの割合ですね、基本的には。っていったような感じの動画になります。またちょっと、はい、いろいろな動画出していきたいんですけど、ちょっと、そうですね、今のところマルチ結構回してるので、当分はちょっとこのデッキとか、まあ、そうですね。ババ声の入ったエリゴレデッキになるんじゃないかなと思いますので、はい。そちらの方もご視聴よろしくお願いします。